また雪降らないかな。牧あずみです。布団の魔力がすごい。鈴木えりです。寒いと布団から出られないですよね。出られない。雪降ったね。降りましたね。びっくりしちゃった。積もりましたもんね。積もった。また降らないかな。楽しかったな。もう秋田を思い出したもんね。秋田。懐かしいみたいな。うわー。幼きえりさんが思い出されました。うん、思い馳せた。思い馳せた。思い馳せちゃった。みんな無事だったといいな。みんな大丈夫だったかな。暖かくしてね。はい、本日はメール回です。あ、ありがたいね。ではでは今回も行きましょう。はい、せーの、アゼリアール。それではメールを読んでいきます。はい。じゃあまず元さんからいただきました。ありがとうございます。あ、あそっか、新年初って言っていいのか。あ、そうだ。そっかー。アゼリアール新年一発目の収録なんですよ。そうなんです。年越す前にもうあの新年配信みたいな、そう収録はしちゃったんですけど、してたけどどうでした、休めました。休んだ、もうゲームしかやってない。ゲームしかやってない。休みまくりました。よかったよかった。も私もいっぱい休めました。本当？だからもう仕事始めはとっくにしてるんですけど、うんうんうん、まだちょっと気分はぐーたらしたいなっていう気分になっちゃっておりますよ。頑張ろう、今年も頑張りましょう。よろしくお願いいたします。はい、ということで1通目ではメールを元さんからいただきました。はい、ありがとうございます。あじゅじゅえりぴょん、こんばんは。こんばんは。セカンドショットプレゼンツ新春カラオケ大会配信で見させていただきました、うん、ありがとう。いきなり小泉社長のライオンから始まる衝撃のスタートでしたが、他の皆さんもいろいろな曲を歌っていて、キャラクターではない歌声はどれも素敵でした、うん、特にえりぴょんの366日が印象的で、歌詞も相まって思わず聴き入ってうるっときました。いつもの元気な歌声も好きですが、しっかりしっとり優しい歌声も染みました。またこういったイベントを楽しみにしていますといただきました。すごい正しい楽しみ方をしていただいて、ありがとうございます。もう一つ続けて読みますね。はい、ドギーさんからいただきました。ありがとうございます。アジジエリピョン、こんばんは。こんばんは。エリピョンが出演したセカンドショット新春カラオケ大会の昼夜の部に現地で参加しました。昼の部は可愛い曲からしっとりした曲、うん、さらにはセカショー社長とのホールニューワールド、うん、とエリピョンが事前に言っていた通りの盛り合わせな内容でした。はい、またエリピョンが事前に爆発と言っていた夜の部は、はい、とってもカオスな内容でしたね、うんうん、まずミュージカルの影慣れから始まるライオンキング、はい、動物たちと共にテーブルが運ばれてきた時は、うん、まさかと妙な予感がしたのですが、うんうん、またもステージでケンタッキーのチキンを食べてサバンナの弱肉強食を表現するエリピョン。他にも歌の途中でなぜかランウェイで冬コレクションが開催されたり、うん、当日の出演者さん総出演のアドリブしかないステージなど、うん、歌以外でもいっぱい楽しめました。他の出演者の選曲のそれぞれとっても可愛らしい選曲でめちゃめちゃ楽しいステージでしたといただきました。わー、ありがとうございます。その通りです。ちょっと訳がわからない。その通りです。いやー楽しかったな。ちょっとなんかいろいろわからなすぎてエリさんからお話ししてもらってもいいですか。いやー、なんかオレンジのライトを持ってきてくださいみたいな言っていて、なんかすごいね、うん、スノハルかなみたいにすごい言われてたんだけど、うん、ライオンキングを歌わせていただいて、はいはいはい、もうね、夕日一面の中でライオンキングを歌わせていただいて。なるほど、夕日を表現してたんですね。で、曲の中で、うん、ちょっと弱肉強食を、はい、表現したいということで。いいですよ、怖い怖い。ケンタッキーをね、食べさせていただいたんですよ。またですか？そう、また。あら。もう、うまくいきました。あ、そうやってリハーサルありでやるんですか？いや、もうリハーサルなしで本番。もう本番一発でも。でも今回本当私からお願いさせていただいたことがすごい、社長にね、はい、お願いさせていただいたことが多くて、はいはい、社長と一緒に歌いたいですとか、うんうんうん、ケンタッキー食べたいですとか、あとその影慣れも本当、はい、本番始まってから、はい、いや、ちょっとやってやりたくなったんでやっていいですかって言って許可をいただき、じゃあちょっと今から文章考えますって
やりだし、はい、もう何でも自由にいいよって言ってくださるからどんどんイメージが湧いてきてしまってかなり自由なイベントだった。見たかったな。いやもうこれさ、ちょっとね考えたの、これアジュジュいたらどうなってたんだろうって。振り回されますよ。そうそうそう、もうなんか疲れちゃうんじゃないかなアジュジュ。確かに。だって昼夜だったんですもんね。そうそうそう、私はもうそれされたら昼で倒れてますね。もうね、夜の方が出演者さんもうほんと昼も盛り上がったんだけど、うんうん、夜のゲストさんがもう、はい、みんななんかもうやる気しかなくて、他の人が歌ってる時にも、はい、もう全員出たがるのね、後ろに。盛り上げたいとして、はい、歌ってあの後ろで すぐ出てきたがって、そんな人います。そう、もうほんと舞台出ずっぱみたいな感じだったよね。もうそれってこう皆さんはみんな面識ある皆さんなんですか？いや私はもう笹原優さん以外初めまして、それなのにそうすごいですね。そうゴージャスさんの友達も登壇してきたりとかして、はじめましてだし、もちろん、そう、もうなんかもういろいろすごかった。カオスすぎる。カオスすぎる。え、その社長と歌ったのホールニューワールド、まあエリさんから歌いたいですって言って、そう、ぜひホールニューワールドということで、面白すぎる。いやもういいハーモニーを奏でられました、本当に。いや本当にいい、楽しそうなんですけど、でもこの366日は、うるっときちゃうくらいのバラード。これはちゃんと真剣に歌って。そう、真剣に歌って。緩急がいいですね。あ、ふざけるときはふざけるし、そうそうそう、ちゃんと他の皆さんもしっとりしてるときはちゃんとしっとりしてるんですか？うん、そうそう、しっとりしてちゃんとね、しっとりユーザーも満足させつつ、あ、確かに。そうそうそう、ガチで聴きたいユーザーにも満足できてるし、うん、うわこれは新しいカラオケ大会ですね。いやもうほんとどうなることかと思ったけど、うんうんうん、まさかなんか想像のほんと50倍ぐらいなんかわけわかんないイベントになったかなっていう。めちゃくちゃ楽しかった。ね、このランウェイで冬コレクションって何なんですか？あ、そう、なんか虹色くまくまって曲を私が歌わせていただいた時に、おうおう、はい、ほんとなんか聞いてなかったんだけど、はい、急に周りみんなランウェイみたいに歩き出して、びっくりしちゃって途中笑っちゃって、はい、歌とかも、はい、でそのぐらいなんかもうでもしれっと進んでいくし、よくわかんなかった。もう急に出てくるのみんな、どういうこと？え、うん、それは社長が今出ろみたいなこと言ってるわけじゃなくて、いや、みんな周りのみんながやっぱ出たい、勝手にね、こうしようみたいな。はぁ、その感じ聞いて、あの裏で、うんうんうん、ちょっとなんかコートが必要だなって話になって、コートが必要、みんなゴージャスさん含めて、うん、みんなコート羽織り出して、うん、あの裏をちょっとなんかこうエキストラ的な感じで歩こうっていう謎謎でしょ。ゴージャスさん案なんですか、やっぱり。いや、なんかみんなで、みんなでやろうやろうみたいな、なんかできないですかねって言ってそれはゴージャスさん案で多分ランウェイになったんだろうけど、おしがりさん、みんな、そうなの、大好きじゃない。いやすごかった、本当に。本当に自由ですね。自由ね、自由すぎる。だって昼の部終わった後にちょっとやりすぎですよみたいな、怒られなかったんですか？いやもう怒られない、なんかもうすごい、何も言われないから。何も言われないってことは OK サインなんだなと思ってみんな確かにね、もっとやってやろうみたいになっちゃいます、逆にもっとやった方がいいのかなみたいなそっか、そう、配信はもうこの時点では終わっちゃってるんですかね。あ、どうなんでしょう。31日まででしたっけ？あ、ギリ見れる、30くらい。うんうんうん。月末まででしたっけ？1月30日まで見れるみたいなので、ね、多分このメールだけでね、まだ見てない人は本当にどんなことだってすごい気になると思うので、うんうん、普通に皆さん本当歌が上手かったので普通にもうそこも
楽しめると思います。歌唱ももちろんですけど、もちろんパフォーマンスも面白いみたいなので、うん、皆さん早めに見てくださいね、うん、お願いします。はい、ということでメールありがとうございました。ありがとうございました。番組ではメールを募集中です、はい、メールアドレスはあずえりアットマークセカンドショット .jp、うん、あずえりアットマークセカンドショット .jp、うん、普通歌含めてどしどし送ってください。各コーナーは番組ホームページにどんどんアップしていきますので、ぜひチェックしてみてください。そして今週分のあずえりあるは水曜日24時から、はい、セカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開です。さらに有料会員になっていただくと、過去のアーカイブやあずえりある特別編が聞き放題見放題、うん、皆様会員登録をよろしくお願いします。セカンドショット通販でアゼリアールの各グッズが販売中、うん、番組支援の意味も含めて皆様ぜひよろしくお願いいたします。ではでは今回はここまで、はい、お相手は脇あずみと鈴木えりでした。バイバーイ。